皆さん、ハッピーニューイヤー。今年もよろしくだらもん。今年も絞り取られるんかな。お、かわいい。皆さん、こんばんは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年12月31日、木曜日の午後11時51分です。早いもので2020年も今日でもうおしまいですね。今日は大晦日ということで、広場で盛大にカウントダウンをして新年を迎えたいと思います。なんか、意外と女の子っぽくないというか、キリッとした格好なんやね。私もご覧の通り、もう準備はすでに万端です。広場では年越しを盛り上げるグッズの配布や販売もしていますので、皆さんぜひお集まりくださいね。では、本日も楽しい一日になりますように。絶対行く。おう、なんだなんだなんだ。急激に移った。皆さん、年越しのカウントダウンにお越しくださーい。すごーい、でっかい時計が。あれは、あれかい？カウントダウンしていきよる時計ってことよね。ちょっと待ってね。ふぅ。え？何？これ全部私開いてないやつじゃないよね。え？これ全部開いてないやつじゃないよね。すべて読んでない。びっくりした。これだけやん。アイナさんのお部屋は 126,876 ポイントランク S。家具の中にはボーナス点が加算されるものもあります。頑張ってゲットした金のトロフィー、友情の証の写真など大事になさってくださいね。ハッピーホームアカデミー。ふぅ。ね？いやー楽しみー。超楽しみー。来たよ来たよ。雪の結晶が待っている。あれ、アイナちゃん、久しぶりじゃん。ライブツアーでも行ってたの？あたいというアイドルの友がこの島にいるってのに？なんちゃって。あは、いろんな世界を見るのって大事だよね。でもあたいと遊ぶのも忘れないでよね。かわいい。寒くないモニカ。これはあと6分13。お、ほらほら、減っていきよる。お、アイナじゃないか？何？すごい浮かれたサングラスかけとるやん。お前しばらく見ないうちに、特に変わってないな、の心。変わってないんかい。あ、アイナくん、ずっとお留守みたいだったから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったんだ。あのね、あのね。なんだっけ。その話はまた今度ね、弟子。気になるんですけど。アイナさん、久しぶりね。しばらくお家を留守にしてたでしょ。ちょっと心配してたのよね。元気そうな顔を見て安心したわ。素敵ね。素敵ね。いや、狼二人はすごい美人だな、やっぱり。お久しぶりです。しばらく忙しかったんですか？アイナさんの姿が見えないアイナ島って、なんだか寂しかったです。よ。アイダホのはもう完璧に、あ、待って！シャンティもサングラス。かわいい。あら、アイナさん、しばらくぶりじゃない？アイナ島は相変わらずよ。お散歩がてら、見て回ってきたら？だってば。え、かわいい。みんなこれ被ってるってことよね。やっほー。アイナさんのことを最近お見かけしてなかったので、とっても寂しかったです。私、一人でおしゃべりをしながら会える日を待ってたんですよ、タフン。何？みんな一気に。ペンライトを取り出した。ね、私も欲しいんだけど。あー、アイナさん、もう来てくださらないのかと思ってましたよ。さあさあ、年越しの準備はできていますか？盛大に新年をお祝いしましょうね。そうそう、それから。年越しを盛り上げるためのプレゼントも用意しました。スティックライトです。やった！カウントダウン本番はみんなでこれを振って盛り上がりましょう。ね、帽子も欲しい私。あ、アイナさん、いらっしゃいだらも。今日はカウントダウンのイベントだから、屋台を出してるんだらも。年越しを盛り上げるパーティーグッズを売ってるから、よかったら見ていってちょうだいね。そうそう。カウントダウンへ参加する人向けにプレゼントがあるんだらも。何ですか？クラッカーだらも。これがあればカウントダウンイベントが盛り上がること間違いなしだらも。年に一度しかないイベントだし、今日は目いっぱい楽しむんだらも。帽子は自分で買えってことっすか、これ。ね、どうするの、これ。いらっしゃいませ。カウントダウンを盛り上げるパーティーグッズはいかがだも。ニューイヤーハットは500ベル。クラッカー本日限りの特別価格で5個300ベルだらも。ニューイヤーハットをください。どの色にするだらも？ピンクで。ありがとうございます。お金を取るのね。ニューイヤーハット。いつもくれてなかったっけ？飛び盛りの時。またどうぞだもん。または別にいらないかな。ちょ待って。ニューイヤーハット。かぶりまして。
このスティックライトを。みんなあれやんね、5分前からスティックライトをさっと取り出したよね。いよいよ大晦日ですよ。なんだかドキドキして落ち着きません？タフン、落ち着け落ち着け。今日はカウントダウンだね。今年最後のイベントだもん。張り切っていっちゃうよ。あは。まあでも年越しってめっちゃ楽しいよね。ウキウキするのはわかるよ。いよいよ大晦日の夜よ、アイナさん。気持ちよく2020年を見送ってあげましょう。だってば。2021年はいい年になりますように。今日は広場でカウントダウンのお祭りがあるよ。今広場にいるよ。新しい年をみんなで迎えられるなんてウキウキしちゃうね、弟子。いいね、かわいいね。全員おるんかな？そんなわけじゃないよね。ハンナちゃんとかおらんし。いよいよ大晦日ですよ。なんだかドキドキして落ち着きませんよ。落ち着いて？私も落ち着いてないかもしれんけど。あとちょっとで新しい年か。来年はもっと歌とダンスを勉強して、アイドルのオーディションに受かるの。あは。お、次こそ頑張るの？いや、でも、アイナ島から出ていかないでほしいな。よっしゃ、今日は今年最後の日だな。今夜のカウントダウン、気合入れて楽しむぞ、の心。あと2分だよ、あと2分。なるほど、おしっぱじゃないといかんのやね。あと5分もしないうちに今年が終わっちゃいますよ。緊張してきました、よ。いいね、いいね。楽しみだね。あとちょっと。2020年も本当にあっという間でしたね。って、毎年言ってるような気がします。うん、わかる。毎年言ってる私も。ねえ、ちょっと他の子たち、びっくりした。あ、あれ、ねえ、ふんころがしじゃないの？このタイミングで、ね、捕まえたいんだけど。木材じゃない。ねえ、ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って、待って、待って。待って、タランチュラおるんやけど、向こうの方。イエーイ。ん、これは、ふんころがしを捕まえた。転がすものが違うでしょ。ふ、まだ大丈夫。ねえ、タランチュラは、そこにおったやろ、さっき。え、おらんくなった？消えた？消えたね、タランチュラが消えた。待って。ちょ。ふぅ、ちゃんとスティックライドにね。あ、すごい。見てこれ、1分前になったら画面が固定になったんやけど、もうここから動けない私。超邪魔。あ、ごめんね。何？みんな並んでるの？私も並ぶわ。超うるさいファンみたい、私一人だけ。3、2、1、0でクラッカーを鳴らすんだよね、弟子。どうやって鳴らすんだっけ？あ、カウントダウンが。もうみんな超静かにしとるよ。ね、クラッカーに持ち替えた方がよくない？みんなどのタイミングで持ち替えるんやろ？ 10 秒前ぐらい？え、緊張してきた。緊張してきた。クラッカーに持ち替えた私。よし、来い来い。めっちゃニッコニコで見られるんやけど。え？なに？そういう感じ？私だけノリが違う。4、3、2、1。全然パンって打てんのやけど。ハッピーニューイヤー！お、すごい！ 2021！ 明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。すごいね。綺麗。めっちゃ綺麗やん。はぁーん。え、これ何回撃てるのね。撃つって言うんかな、クラッカー。ね、めっちゃ鳴らせる。私もみんなと揃いたかった。スティックライトでみんなと揃いたかった。なんてことだよ。明けましておめでとうございます。アイナさんが充実した一年を送れますように、よ。ありがとう、ルーシーもね。明けましておめでとう。2021年もアイナと一緒に盛り上げていきましょう。だってば。頑張ってこう。これからもいろんなイベント楽しんでいくよ。新年おめでとうございます。私たちこれからもこの島で頑張っていきましょうね、ダフン。もちろん。明けましておめでとう、アイナくん。今年の僕の目標、ちょっと聞いて。なになに？目いっぱい寝て、力いっぱい遊んで、お腹いっぱい食べるんだ、弟子。いいね、かわいい目標。てかさ、アンチョビに言われたから、クラッカーに持ち、お、なに今？このタイミングなのみんな。タイミングがよくわからないわ、私は。今日はもうバカ騒ぎしちゃおうかしら。大丈夫、誰にも迷惑かけないから、だってば。迷惑をかけないなら全然いいと思うよ。アイナさん、ハッピーニューイヤー。
今年もよろしくだらもん。今年も絞り取られるんかな。アイラさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。シンプルだね、しずえさんは。2021年もこの調子でたくさんお話ししましょうね、よ。もちろん、めっちゃ話すよ。新年明けましておめでとう。アイラちゃんにとって素敵な年になりますように。あは。あははは。てかあれは、あ、全員と話したけん、解放されたんかな。解放っていうか。ねえねえ、なんでカウントダウン出てこないの？ほらほら、何一人で家で浮かれてるんだ。出ておいでよ。アイナ、久しぶりだな。どこ行ってたんだよ。お前と会わない間、オイラ激しい筋肉痛と一人で戦ったんだぞ、ジョリ。え？私がいたって、それは一人で戦うものだよ。明けましておめでとう。今年はどんなことがあるのかなって考えただけでワクワクするよな、ジョリ。ねえ、一人でおってもちゃんと、ニューイヤーハットも被っとるし、きちっとした服装しとるね。私ね、ちょっと雪だるまも作りたいと思いよったよね。ちょうどよくそこに2個転がっとるし。これまたあれかな？蹴り飛ばすの？まさかの？雑ー、転がしなよ。もうちょっとでかくなったら。あ、なるほどね。そういうことね。よいしょ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 。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。どれぐらいの大きさになればいいかな。とりあえずこんなもんか。んで？うわ、割れた。ねえ、割れたよ。ねえ、割れたんですけど、他に雪玉はないですか？雪玉って2個だけやっけ？え、つらいつらいつらい。私の雪玉を返して。私の雪玉を返して。2021年明けたばっかりで、もうすでにこんな、つら、あ、まだまだ花火上がりよんやね。よき。いいっすね。あれかな、どっか家に入って出てきたらまた復活しとったりとかせんかな。ってことでちょっと、使わせてもらうよ。よし、お邪魔しました。気づいてもない。おいし。ってことで、え？二つともないんですけど。え？私が転がした雪玉は一体どこに？あれか？一回建物の中に入って出てきたら、完璧にリセットされるってこと？そういうことか。ね、どこに現れたの、雪玉は。ねえねえ、雪玉。雪玉はどこに行ったの？ないんですけど。やっぱあんな都合よく二つ転がってるなんてことは、そうそうないのか。どこだよー。はぁ、雪玉を見失って終わってしまった。雪玉を見失って終わってしまったよ。ほら、ない。くっそー。私が力いっぱい蹴らなければ。なんかいいね。テンション上がるね。めっちゃなんか、ずーっと明るい曲が流れおる。よきー。よきー。でも全然ないね。そんなにないもんなんすか。うん、ないっすね。ないっすね。くっそ。諦めよ。諦めよ、結局。まあ、ふん転がし捕まえれたし、いいや。ふん転がしごときで。あ、ここに入ったらやっぱりこの感じになるんや。ね、私のクラッカーはもうなくなったん。びっくりした。何持ったんかと思った、今。ね、ちょ、待って。私のクラッカーなくなっとる。マジか。いつの間に。スティックライトー。私も、こうやって参加したかった、ちゃんと。ねえ、すべてのタイミングがずれとんやけど、私、悲しい。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつも
もたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てことで2021年今年もよろしくお願いします。まあね、最後の最後まで、最後の最後と最初からめちゃくちゃなんかバタバタな始まりになってしまったけど、まあ、こんなもんでしょう。